食べて痩せる美味しいおやつお伝えしていきますね。この動画をご覧いただきますと、ダイエット中におすすめの美味しく食べながら痩せるおやつがわかるんですよ。ぜひ楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととても嬉しいです。また詳細欄に LINE のリンク貼っております。今ご登録いただきますと腸活ダイエット無料で動画4本プレゼントしております。ぜひそちらの動画もお役立てくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜ今からお伝えするおやつを食べることで痩せることができるのかというその理由なんですけれども、あなたがこのおやつを召し上がることであなたが根本的に痩せ体質になることができるからなんですよ。それはなぜかと言いますと、あなたの腸内環境を整えてくれる材料でこのおやつができているからなんです。ここすごくポイントなんですね。例えば、いろんなおやつありますけれども、いくらですね、例えば糖質が低かったりとかいろいろ痩せる効果が書いてあったとしても、そのおやつの中に余計な添加物が入っていたり腸の動きを悪くするものが入っていると痩せません。なぜかというと、あなたの腸の環境が悪いままですとどんなものを召し上がったとしたとしても痩せることができないんですよね。それはあなたが根本的に痩せ体質になっていらっしゃらないからなんですよ。ですから私がこのチャンネルでお伝えしている食材というのはもう必ず無添加のものをおすすめしてるんですね。こういった例えば化学調味料であったり人工甘味料がたっぷり入っているようなダイエットを謳ったような食材を食べてしまわれますと痩せることはできない。結果、例えばこの人工甘味料ですね、甘い味なのにカロリーオフとか糖質ゼロというのはあなたはどんどん甘いものが食べたくなってしまうというそのもう負のスパイラルへとですね引きずり込まれていってしまうことになりかねない食べ物なんですよ。なぜかというと脳が錯覚を起こしてしまうんですね。例えば甘いのを食べてるのにもかかわらずカロリーが取れてない、何事だってなるわけです。おかしいおかしいって。ですからもっとカロリー取らなくっちゃ命の危険になるということで脳が食べましょう食べましょうってあなたに命令するわけですよ。ですからあなたがもし止まらない食欲が暴走してしまうということであれば、もしかするとこの人工甘味料を取りすぎている可能性が大ということになるんですよね。それはもう本当にやめた方がいいです。そうしないともっともっと甘いものが食べたくなっちゃうんですからね、逆効果です。またその腸の動きを悪くする、例えばデトックスの工場である肝臓まで悪くしてしまうのはこういったものになります。で、例えば化学調味料が入ってますよなんて書いてないんですよね、材料見ても。では代わりに何て書いてあるかと言いますと、調味料カッコアミノ酸などと書いてあるグルタミン酸ナトリウムが入っているものっていうのが化学調味料になる。こういったのを召し上がってしまうと腸や肝臓に非常に負担をかけてしまって、結果何を食べても消化吸収ができなくなっていくんですよね。そうするとあなたがどうなっていくかというと、もう太る道まっしぐらになるんですよ。なぜかというと消化吸収ができないわけですから、食べても食べてもダメなわけですよね。溜め込んでいくわけです。でどんどんデブ菌と呼ばれる悪玉菌が増えてしまって、もうどんどん太りたくなるような、太ってしまうようなですね、食べ物がどんどん食べたくなってしまう、味覚に変わっていったり体重をコントロールするホルモンがもう全然頑張ってくれなくなってしまうわけですから、これは大変なことになってしまいますよってことなんですね。ですから私がこのチャンネルでお伝えしている食材というのはこういったのが全く添加されていない、体に良いもの腸に良いものを今まで食べてきたお菓子とおやつと置き換えていくことで、あなたは美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せ体質を手に入れることができるんですよってことをお伝えしたくてこの動画ご準備しております。では2つ目の項目に行きましょう。
何をということで、今回あなたにお伝えするおやつのベースとなっている材料はこちら、デーツになります。デーツってご存知ですか？これはナツメヤシの実のことで、見た目はあのプルーンみたいな形をしていて、色が若干やっぱり薄いんですよね、プルーンと比べて。でとっても美味しいんです。このデーツ自体のナツメヤシのナツメヤシの実だけでもすごく濃厚で、もう私の個人的な感覚としましては、あの練り羊羹みたいな、ほんとコクがある黒糖の羊羹を食べてるような、そんな美味しい、まあ、フルーツになるんですよね。でこのデーツというのがとにかく栄養価が高いんです。例えばダイエット中の方というのは、そのなかなかですね、こう栄養バランスが取りにくくなってしまったりとか、栄養不足になっている可能性が高いんですよね。こう制限をしすぎてしまって、でもそのままだと痩せることができないんですよね。先ほど項目1でお伝えしたように、しっかりと栄養が消化吸収できて、そのビタミンミネラルがこうないとダメなんですよ。ホルモンバランスが崩れてしまいますから、必ずダイエット中は特にその栄養バランスが取れているかどうかが、そのダイエット成功するかしないかの分かれ道になってくるわけですよね。そこでデーツを食べることで、とにかく栄養価が高いものですから、安心して召し上がっていただきたいということと、実はカロリーがね、控えめになります。結構あの果物だからおやつ代わりにいいかなと思ってこう食べ過ぎてしまっている方っていうのは太ります。あの結構ですね、あのおやつ以上に果糖がすごく含まれていますから、要は糖分ですよね。その糖質が太るもとですから、案外フルーツの食べ過ぎで太ってしまったっていう方も多いですし、特に南国系の暑い地方で採れたフルーツというのは、あの体をね、冷やす効果が高いので太っちゃうんですよね、代謝が下がってしまって。なので朝から朝ごはんフルーツだけですとかね、特に冷やすもの、パイナップルとかリンゴとか、要はこう南国系のフルーツばっかり食べてる方っていうのは、お体がどんどん冷えてしまって、もうキンキンです。もう内臓がもうキンキンに冷えてしまって、結果代謝が落ちて太ってしまいますから、注意してくださいね。そして脂質がゼロなんですよ。これいいですよね。太るもと脂質も、あの良質のね、脂質は取る必要があるんですけれども、やっぱり取りすぎちゃうと油ですから太るわけですよね。そこがゼロです。でしかもこの血糖値の急上昇をその抑えてくれる、まあ、要は血糖値がこう緩やかにゆっくりゆっくり亀さんみたいな働きをしてくれる食品が低 GI 値食品といって、結果脂肪をため込みにくくしてくれるんですが、デーツはその低 GI 値食品に値される食品なんですよね。そして糖質、太るもとのその代謝をこう上げてくれる効果もあるので、痩せることができる。また便通です。食物繊維が豊富なのと、カリウムも豊富なので、お腹がすっきりする、しかもむくみが改善されるということで、嬉しい効果があるのがこのデーツになるんです。このデーツをベースとしたおやつを今回選んでまいりましたので、次の項目でご紹介していきたいと思います。ではいよいよ最後の項目3つ目です。どのようにこの痩せるおやつを食べれば良いんでしょうかということで、今回私が腸活専門家の観点から選んだおやつトップ3ランキング形式であなたにお伝えして終わっていきたいと思います。まず第3位はこちらです。はい、見えますでしょうか、ユーハ味覚糖さんから出ている植物性素材でできた栄養補助食品、ビーガンカカオバーになります。こちら1袋あたりが100キロカロリーになってまして、味がフルーツグラノーラ味になります。でこちらは素材由来の食物繊維の鉄分まで入っていますので、もうすごくおすすめなんですよね。でちょっと見てみましょう。1袋あたりがですね、100キロカロリーです。そしてこれが1本あたり標準で 27.6g 入っています。でエネルギーが100キロで、タンパク質が 1.4g、 そして脂質が 2.0、 炭水化物の中のうち糖質が 17.7g、 食物繊維が 2.9g 入ってまして、鉄分が 1.3mg 入っています。
でこちらのチェック項目なんですけれども、原材料のところをチェックしますと、まずこの先ほどお伝えしたデーツのペーストが一番最初に書いてあるということは、この商品を作るときにこの製品の原材料で一番多く含まれているのがこのデーツということになります。多い順番に入っていますからね、量が。なのでまずはデーツペーストで、次にカカオマスが入ってるんですね。これ嬉しいですね。カカオマスというのは痩せます。私別の動画で痩せるチョコレートということでも熱くね語ってるんですけども、カカオはもうすごく痩せ効果が高い食材になりますから、それも2番目に入っています。で次に赤糖ですね。赤い糖と書いて赤糖。これは昔ながらの製法で作られたコクのあるお砂糖になります。もうこれもいいですね。で次に大麦のグラノーラが入っています。でかっこ大麦、黒糖蜜と米油が入ってます。でその次に米のパフが入っていて、ココアパウダー、濃縮ラズベリー果汁とチアシードまで入ってます。で最後にイチゴが入ってるんですね。ちょっと開けて食べてみましょうね。失礼します。さあこちら、デーツが初めての方って見た目が結構黒いんですよね。びっくりされる方多いと思うんですが、見えますでしょうか。こちらです。これぐらいの大きさですね。そうですね、4センチの6センチの長方形でしょうか。でこちら割れ目が入ってますので、そうですね、 1本あたりこれ全て1袋で100キロですから、例えばあなたが4分の1ずつ召し上がると、もうたったのこの4分の1 25キロカロリーですから、できれば一気に、全部食べるのではなくて、せめて半分とか4分の1本とかされると召し上がっていただくといいと思います。やはりね、何でもそうですけど、どんなに痩せ効果が高くていいものでも、腸活でも食べ過ぎてしまっては太りますよね。結局カロリーオーバーになりかねませんので、いやちょっと私すごくね柔らかいんですよ。パキンとかじゃなくて、こうしっとりしなやかに取れます。ではいただきます。うわおいしい。カカオが多く入っているので、チョコレート、なんかソフトチョコレートバーを食べているような感じなんですよね。で食感はお米のパフが入っているので、こうクランチーで、よくこうパフが入ったチョコレートって売ってますよね。あんな感覚で、もうほんとチョコレート感覚で食べれちゃいますね。これおすすめです。では次、第2位をあなたにお伝えしていきたいと思います。では第2位はこちらです。同じくビーガンカカオバーのラムレーズン味です。でこちらですね、このシリーズ、私選んでるんですけれども、ベースはこのビーガンバーなんですよね。でこのビーガンというのは完全な菜食主義者の方のことですよね。要するにお野菜系だけで生活されていらっしゃる、食生活がですね。なのでもう一切その動物性のものを召し上がらない方々をビーガンと言います。なのでそういったビーガンの方たちが好んで食べられるおやつということになるんですけれども、これはダイエット向きですよね。でまずは私がなぜこれを第2位に選んだか、その理由なんですけれども、やはり材料がさらにおすすめなんですよ。で実はですね、カロリーはね一緒です。100キロカロリーなんですけれども、その原材料がまず1番目に、やはりこうデーツペーストが来るんですが、その次に赤糖ココナッツが来て、カカオマスで、レーズン、ココアパウダー、ラム酒だけなんですよね。で先ほどのこの3位のフルーツグラノーラはやっぱりお米が入ってるので、やはりですね糖質が高めです。糖質イコール太る元ですから、やはり腸内環境を整えることも大事、プラス体重を落とすためにはいかに糖質をコントロールできるかっていう、ここが結構ね勝負どころなんですよね。なのでこの第2位に選んだ理由は、先ほど第3位と比べるとその糖質が低いですよ。カロリーは同じです。
でこちらは1本あたり標準 26.5g、エネルギーは同じ 100kcal、 そしてタンパク質が 0.9g、 脂質が 2.9g、 そして糖質が先ほどよりも低くって 16.5g で、食物繊維が 2.4g、 鉄が 0.9mg 入ってるんですよね。でちょっとこちらね、ラム酒が入ってますから、お子様はどうでしょう、食べさせたくないかなっていう方いらっしゃると思うんですけれども、あなたはいかがですか。まあ、私の娘はね、大好きなんですよ。もうね、将来酒飲みかなってね、主人と一緒で、もうこの子お酒飲むようになるのかなとかね、今から思ってるんですけど、彼女はすごく好きですね、こういったお酒系のお菓子。でこちらも娘がですね、遅い時間塾に行くときにおやつとして持たせてるものになります。そしてちょっと開けてみましたね。もう開けた瞬間にこうラム酒の香りがやばいですよ。お酒好きの方いいかもしれないですね。あなたはいかがですか、ラム酒好きですか。これわあ、これは中身はね同じなんですけれども、ちょっと食べてみましょうね。失礼します。いただきます。よく洋酒が入ったチョコレートってありますよね。もうあの味です。すっごく美味しい。ただちょっと食べ過ぎると、本当お酒弱い方はちょっとね、ほろ酔いなのかもしれないぐらい、かなりラム酒の部分も効いておりますから気をつけてくださいね。でもすんごく美味しいですよ。でこちらも一気にやっぱりダイエット中ですからね、1枚全部バクバクっと食べてしまうよりは、やはりおすすめは4分の1本分ずつぐらいで、毎日毎日日替わりでね、いろんな味を楽しみながら召し上がっていただいてもいいかなって思います。ではいよいよ第1位をあなたにお伝えしていきますね。第1位はこちらです。同じものですが、ビーガンのカカオバーで、味がローストアーモンド味になります。でこちらをなぜ第1位に選んだかと言いますと、やはりこちらが一番太るもと、糖質が低いからということと、やっぱ余計な添加物が一番、ごめんなさい、余計なと言いますか、その太るもと材料が一番少ない、シンプルだったからなんですよね。もちろん1つあたり、1袋あたりがですね、標準で 25.4g で、エネルギーが 100kcal なんですけれども、タンパク質が 1.6g、 脂質が 3.4g、 そして糖質が一番低くって、太るもとですよね、 14.2g だったんです。これが一番低い。そして食物繊維が 3.1g も取れます。で鉄分も 1.6mg 取れてしまうという、これいいですよね。で材料は一番はやはりデーツペーストなんですけれども、次にやっぱりね、カカオマス、カカオも痩せるんですよね。ここが2番目に入っていますし、次に赤と、そしてアーモンドが入ってる。このアーモンドがまたね、脂肪燃焼効果の高いナッツになるから、これすごくおすすめなんですね。でその後にココアパウダー、食塩、宮古島産の海塩ということで、国産のいいお塩を使ってくださってるんですよね。これだけなんです。なので今まで3、2、1位とねお伝えしてきましたけれども、1位に選んだ理由は、とにかく原材料がシンプルで痩せる材料が集中しているからっていうことと、その量の順番もベストだったから、そして太るもと、糖質が一番低かったからということで選びました。さあ開けてみましょう。どんな感じでしょうね。ローストアーモンド味、アーモンドが入ってますからね。では開けてみましょう。あ、やっぱりね、カカオがさすが2番目に入っているということで、もうカカオの香りが一番しますね。この今までお伝えした中で一番カカオの香りが、風味が強いです。ではいただきます。甘さも一番控えめなんですけれども、よく噛むと後から甘みが増してきて美味しい。チョコレート食べてるみたいですね。ベースはデーツですか。これ甘みがすごく強い、夏目ヤシの実なので、本
当に美味しい。であとアーモンドの香ばしい風味も一緒になってて、これね、あのどれもそうなんですけど、ちょっとねやめられない、止まらないになりかねないぐらい美味しいので、気をつけていきましょうね。私も量は調整してますよ。やっぱりね、調子乗って食べちゃうとすぐね結果が出ますね。あ、ちょっと太ったとかね、あ、ちょっとなんか肌の調子が悪いとかね、ありませんか？ありますよね。あるある、あるんですよ。でもやはりですね、良いもの、腸内環境を整えてくれるものであれば安心ですが、もちろん食べ過ぎてしまっては NG ですよね。そこは上手にコントロールしていきましょうね。さあ、いかがだったでしょうか。今回お伝えした痩せるおやつというのは、デーツの実をベースとしたビーガン、もう完全菜食主義者の方が好むような動物性のものが一切入っていないものなんですね。中でも原材料をチェックしていただいて、その入っている順番が多い順で記載されていますから、そこチェックしてみてください。このおやつに限らず、あなたがいろんなやつを選ぶときにそういったところも注意していただきたいなと思います。一番最初に砂糖なんて書いてあるのは NG ですから、チェックしてみてくださいね。この動画であなたが正しくおやつを選ぶことができて、そういった力がついていただけるととっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。